シークレットウッド神戸様にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずは御社のご紹介、お取り扱いの商品を教えてください。弊社はカナダバンクーバーにある会社で、木材と樹脂レジンを使ったリングを製作している会社なんですけれども、やはりカナダにあるので、カナダとバンクーバーの自然にインスパイアされた風景を閉じ込めたものが特徴になります。今回初めてご出展ということなんですが、この JJF に対しましてはどういった印象をお持ちでしたか？正直日本の展示会っていうか、もう世界でもジュエリーショーというのに出るのが初めてだったので、何を期待していいかなっていうのはちょっとあって不安な気持ちできたんですけど、意外、ちょっと予想に反して反応が良くてすごい嬉しいですね。あとたくさんのやっぱり業界の方とお話ができるので、海外企業としては日本の、そういった業界の内容とか勉強させていただくことも楽しくお話しさせていただきながらできているので、すごいいい経験になってます。実際に出展を決断されたポイントといいますか、理由を教えていただけますでしょうか？うちが一応やはり日本のお客様からの人気も高くて、日本で実際に店舗で見たいという声がうちの会社に直接届くようになっておりまして、でそれで展示会とかがもしかしたらそういった店舗さんとかとお知り合いになれるチャンスが多いのかなと思ってて、でちょっと実際迷ってたんですけど、担当してくださった方の営業 の熱意がすごくもう伝わってきて、すごくやっぱりこれはいけますっていう風に背中を押してくださったのが結構大きく決断した理由の一つですね。はい。もうすでに JJF に対して何かこう良さを感じてらしたら教えていただきたいんですが、やっぱりこう海外企業の観点から言うと、本当に日本のそういったところの方とどうやって知り合ったらいいかっていう、日本に店舗もないので、電話とか例えば直接営業に行くっていうことができないので、それを考えたらすごく実際にお会いできて、実際にあと反応が見れる、でこういうことを実際自分たちで分かんなかったこととかを言っていただいて分かるというのがすごい良かったなと思ってます。今ご反応というふうにおっしゃいましたけれども、実際にご来場されている方の質という点ではどのように感じてらっしゃいますか？多分、初めてなので比べることもないのでわからないんですけど、もういろんな、例えばジュエリー業界の方から、もちろん百貨店のバイヤーさんとかイベントをやってる方とか、洋服ブティックの方とかもいらっしゃって、本当にいろんな業界の方とすごく楽しくお話もできて、でもすごいいい方たちばっかりなのでちょっと安心してますこれまでのところ御社の今後の販路への反応といった点はいかがですか？手応えは感じてらっしゃいますか？そうですね、思ってた以上にたくさんの方から、例えば催事イベントのお誘いとか、あとは本当に店舗で販売したいっていう方とか、あと驚いたのがコラボレーション的な感じですね。うちの商品の技術を利用して、なんかこういったものをがちょっと興味あるんですけどっていう、今後、今までうちの会社だけではやってなかったこととかのオファーが来てるので、ちょっと面白い展開になるんじゃないかなって思ってます。来年もしくは次回に向けまして、こう JJF に期待することがもしあれば教えていただきたいんですが。いや、もう今のままで十分でやっぱり初めての参加になるとすごい不安だったんですけど、私の担当の営業の方みたいに、いけますっていう背中を押してくれる熱意があったら、すごいそれが決め手になったのはあるので、もうなんかこうちょっと自信を持たせてもらえるじゃないんですけど、その熱意とかはすごい大きかったので、そのままでいっていただけたらと思います今回初めてご出展されまして、最後に率直な感想をお聞かせください。率直に言うと、本当に最初は期待せずに来て、結果を期待せずに、経験のつもりで来ようかなってそういう気持ちだったんですけど、思った以上に反響が良くてちょっとびっくりしてます